マグパイズが AFL 未経験のセネガル出身のプレイヤーと契約をしたというニュースがこれ AFL 入ってきたのに、はいはい、AFL 未経験のプレイヤーと契約するのってなかなか勇気いる。お、出てきた、うん、勇気、はい、フェイ選手。そうですね、勇気入れますね。バシロフェイ選手、うん、オーストラリアは AFL ではそのトップチームはそのドラフトがあまりもらえないので、うん、こういうふうにクリエイティブにね、うん、あの全然知らない未経験の人とか、あとそのノーマークのプレーを取っていかないといけないんですけど、なるほど、他がまだ目をつけてない選手を早めにね、はい、やってるんですけど、うん、コリモンとあの2014年にメイシン・コックス、アメリカ人をバスケットボール、バスケットボールですね、うん、211cm でしたっけ、211cm だね、はい、リクルートしてるので、そういう経験もあるので、今度はあのセネガルで 202cm の18歳のラックファン、そう、ラックかなって言われてるかなっていうポジションの、うん、そうですね、でこれあの NAB で、うん、トレーニングテストですね、うんうん、はい、フィットネステストしてるんですけど、フィットネステスト、うん、こうなっていくとね、でもコリウンとあのコック選手で成功体験があるから、フォワードでまだねセットショットがちょっと不安定とかって言われてるけど、でも最初の本当に練習試合の時とかに比べると、もう練習試合の時は本当目も当てられないぐらいのセットショットだったのが、もう今普通にねキックはできてる。でもちろんあのナチュラルな動きではないんだけども、こうやって未経験の選手と一流選手に育てる多分自信があるから、こうやっていろんな国から今 AFL でまあ、割と海外から入ってきてるのはアイルランド出身の人が多いのかな。多いですね、やっぱそのゲイリックフットボールのバックグラウンドがあるので、あるよね、いますね、うん、まあ、もちろんそのアメリカのバスケットとか、アメリカ今活躍してるのは、ね、はい、ナヌイ選手とかね、ナヌイもいますし、あとパパニューギニー、パパニューギニア、パパニューギニアも相当レベル高いです、レベル高いですね、うん、であのアリアリア、アリアリー、ポーターダレーターで今バックラインで活躍してるんですけど、うん、まあ、こんな感じでインターナショナルにね、うん、行ってもらえれば。アリアリーはどこの選手？ケニアです。ケニア、ケニアで、はい、じゃあそうやって移民がやっぱり集まってるオーストラリアだから、こうやっていろんなテストをしたり、そうですね、これはいいよね。クラというのはクラブがオーストラリアの AFL の、コーチに聞いたんですけど、うん、AFL のコーチ陣はスキルを教えるプロだと、はい、我々は自信があると。だから今まで何やってきたかじゃなくて、今この人に教えたいと思ったら誰でも教えられるっていう、かっこいいですね。いや、かっこいい、あのコーチングの見本だと、その選手の素質はもちろんあるんだけど、それじゃなくてスキルを教えるのは我々プロだからということで、というね、あのコリウンドの自信もあると思うけど、はい、これまたあのテストしてるの、やっぱプーマだからかっこいいよね、すごいね、メガネかけてるこのプーマのウェアがすごいかっこいいし、あとここのトゥータイムスユー知ってる帽子の、あー、オーストラリアのブランドで、今に日本でもどんどんね、あの出てきてる、このフェイ選手活躍したら、帽子いらないですよね。いや、帽子いらないんだけど、フェイ選手もこれ見てよ、はい、だって体育館でやっぱり テストするんだけど、はい、こうやって帽子とかいつね屋外で出ても準備万端でいけるようにさ、ね、メガネもちゃんと3倍だって、ね、うん、帽子もしながら、この気合の入れようがね素晴らしいし、うん、もう見た感じ、これ映像が残念ながら入ってきてないんですけども、はい、もう見た感じフィットだし、こういう選手をどん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 発掘してね、うん、この発掘の過程で一時あの AFL はアメリカでコンバインをやってたり、はい、あのそれもスポンサーのアンダーアーマーがついてたりとかって関係はあるんだけど、はい、アメリカでコンバインやったりしてるので、例えばセネガルでコンバインやるとか、うん、まあ、ゆくゆくは日本でやるとか ね、日本の人も小さい時から AFL やってる人は少ないと思うんだけども、うん、こうやって素質があったり、まあ、身長があったり性格が良ければいつでもねジャイアンツアカデミー入ってくれっていうのも言われてるの で、ね、まあ、コリウンドに負けじと、そうですね、はい、ジロングでもいいしジャイアンツでも、はい、ぜひ未経験の人でもこういうチャンスがあるよっていうのをね、今回伝えられたかな、はい、と思います。このフェイ選手、セネガルからはるばるねオーストラリアで挑戦するフェイ選手にも注目して応援していきたいと思います、はい。